じゃあ俺のマイクね、うん、ちょっと俺ブルーノ・メンデスはさすがに被りすぎたんで一人だけ帰るわ。山村は正直ごめん、もう外させん。山村はだってやっぱセンターバックできるやん。で、もみじ、山村もみじはサスペンスしか出れんの。山村和也はセンターバックできる、ボランチできる。だってフォワードもしよったくない？うん、しよってる。そう、そうそう、高さもあって、やっぱこう縦ライン全部できるって、やっぱ今のちょっと不安定なアビスパには正直ありがたいかなと思うけど、ちょっと山村はマジで欲しい。それこそしかもこう選んだポイントとしては、セランテスが契約満了ってなった時にキーパーできる。いやそれは無理だ。ワンチャン。いや正直山村ぐらいの選手取ってこんと納得せんなと思って、サポーターも。セランテス逃がすんならそれなりのビッグネームちょっと取ってきてくれんとやっぱり厳しいかなと思って。で、あとの3人が、フォワードブルーノ・メンデスの入れ替えで、今仙台の赤崎周平起用やと思うよね。でやっぱ今ちょっと仙台でも思ったよりもこう出番に恵まれてないっぽくて、でまあ実績も十分、鹿島でやっとったし、やっぱこう長谷部監督のサッカーに日本人フォワードってやっぱ絶対必要だと思うよね。でちょっと山岸もいいけど、ちょっと山岸だけじゃ少し弱いかなっていうところも込めて赤崎で、遠野もまだ残るか分からんけん、そうなった時じゃ残ったのがファンマと山岸だけってなるのはちょっと心もとないよ。まあ、まあ実際に取れるんじゃないかなっていう、多分ね、しかもね出身長崎じゃなかったっけ、赤崎国見じゃなかったっけ。そうね、なんかこれも調べたんだよ、多分国見やった気がする。とあと2人が、金井隆。ああいいね、いいやん、それはいい。あ、金井ね、トスね。そう、あれはトスじゃなかった。あ、そうなの、不思議した。ね、最後ね、名古屋かセレッソかで、ちょうど昨日、あ、違う、清水や、清水、清水で、でちょうど一昨日ぐらいに契約満了のあれが来とった。へー。で年見たらまだそんな30ちょっと手前か30ぐらいで、アビのやっぱ補強ポイントってやっぱまだ横やと思うね。正直棚井って結構攻撃的なサイドアタッカーのイメージあるけん、まあサイドバックもできるしサイドハーフにも使えるかなと思って棚井。最後の一人は、ギラバンツ北九州高橋大吾。言うかと思った。いや俺が、うん、言うかと思った。やっぱもうご利用しちゃったやんって。まあ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 、いやでもやっぱ、J1? さっき龍が言ったみたいにやっぱ J1 で戦うってなると、やっぱねまだ高橋大吾は結局清水で通用せずに、うん、そうなよね。 それも見た、清水から行ってとかやったけど、まあ得点ランキング見てもやっぱ得点に絡んでる部分もあったし、あれ上村やしで、あ、そうなんや、上村、うーわ。以上4選手になっております。いいよ最後夏。ちょっともうなかなかね、もう触れてもらえなくなってきておけ、4人パンパンパンって言うけ俺。4人パンパンパンって言う、誰もかぶりなし。いやもう誰もかぶってない。おすごい。いやてか俺多分ね弱いかもしれない。自分で言うんだよ、もう先に。やっぱね、順番大事やね。ああ、そうそう。一発目がちょっと、もう、来て、ガーッて。いやー、ミスったね。まあでも、一番俺が目玉にしたのは、J1 で戦うっていう意味で、クエンカ。あー。リサッククエンカね。まあまあまあ、実績。まあ、取れそうやし、ね。そう、今だって仙台よね。仙台、やっぱお金的にもっていうのもあって、まあ、クエンが高いかもしれんけど、やっぱり鳥栖からクエン、あの仙台行っておけん、結構安めで取れるじゃん。だって中盤できる、多分サイドもできるやん。で多分フォワードでもいける、うんうん、クエンがね、フォワードのサイド、左ハーフでやろ。あんだけ攻撃力ある選手おったら、やっぱり左も定まってないしね今アビスパ。一人なんか俺が J1 でちょっと目覚めにし、ちょっと上手いなと思ったのがガンバのディフェンスのあの松田力っていう、うん、あ、松田力の弟と見せかけてそう、選手がめっちゃうまいなと思って、多分相当まあ将来有望な選手やけど、まあ、ガンバはねやっぱもうガチッと少女もおるし、センターバックセンターよね、センターでね、で少女もおるし、もう2人もうガチッと決まっとうけん、まあせめてレンタルとかでもいいけん、ちょっと上島的な感じで欲しいなって思うね、松田力。もう若くてうまいしね。外人はだってもうグローリーと
そうグティエレスがおるけん、そこでまた外人入れちゃうとって思って、そう、そこで山村やんね、しかもね、日本人ね、日本人ね、日本人も欲しいな、日本人センターバックやっぱ一人は置きたいよね、性格的な面も入れてやっぱ日本人が欲しいなと思って、うん、松田陸で、あとはもう2人 J2、うん、で、しかも同じチーム、うん、長崎から一人が中盤で海王星座ある、うわあの前あのさ誰ってかの名古屋から来たさ、あのダニルソン、ダニルソンみたいな、ちょっとあん時すげーうまかった、やっぱダニルソンの時5文字ねダニルソンの時やっぱ別格やったね、ダニルソンの持ち方とかやっぱりもう守備の強度とかがえげつなかったっけ、うん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 、で海王星座もやっぱテクニックもあるし、やっぱ身長もタッパもあるし、めちゃめちゃいいなと思って海王星座あるね、ダニルソンの影が残っとるわけね、まだ俺ダニルソン好きやったけどやっぱね、残念ね、ちょっと事情でね、テクニック今のとこ弱くないよ、補強で、で最後若手でこれうまいねって話しとったのが名古屋の名倉、あ、名倉こうね、名倉こうね、名倉名古屋じゃ、長崎のね、長崎、長崎の名倉、なんて呼ぶとかやな、名倉匠、名倉匠、名倉匠、マジでうまい、国学院、ね、で、ちょっとね、それこそ J1 でっていう面でどうかなって分からんけど、ちょっと、うんうん、まあ、将来も見てチャレンジしてほしいなって、はい、久我山の時からうまかった、ね、うまかった、めちゃめちゃうまい、この前噂しおったもんね、俺 J1 でもいけると思っちゃうね、サイズがね、でもね、そうね、はい、絶対選んでくるかと思った、名倉、まとめると、最初がクエンカ、仙台のクエンカで、ガンバのガンバの松田陸で、長崎の海王セザールと名倉拓海、名倉拓海、海王セザールって若いよね、若い、結構若いね、結構若い、若い、しかもあれどう見てもフォワードの見た目やもん、いやだできるやろ絶対もう場合によっては攻撃的な 1.5 とかも絶対できるやん、うまいと思う、うまいと思う、まとまった、どっから決めようか、結構熱かったかもしれない、いや結構ね、いいね、いい国境感じる、ちょっと俺のアピールタイム入ってビールタイムどうぞ合コンじゃないし、いや、加瀬部さんが何を求めてるかっていうのはマジで考えてたしで、今アビスタがやってることって超効率重視のサッカーなわけ、目的はゴールを取ることにあって、そこに対してやっぱりいち早くボールを奪ったらまずゴールに届けるっていうサッカーをやってる中で、そのサッカーでいうとかなりこう個人で解決できる能力がめちゃめちゃ必要だと思う、俺は今の加瀬部さんがやってるんですよ、うん、でいくと俺の、まあ、ちょっと山村はちょっと宣伝を紹介して、水沼、田中達也、うん、でブルーノメデスで速さとか高さとかこうなんと一人で解決できる力を持っている選手を俺は選んだよ、うんうんうん、そこはやっぱり長谷部さんのサッカーを考えると、うん、確かに名倉とか小泉とかめちゃめちゃいい選手で、うん、川崎に入るならとか、はいはい、ただそこめちゃめちゃ強いけど、長谷部アビスパって考えた時には俺はヒットしないと思っています、今二人を潰しにかかりましたちょんてせかやっぱいやそういうこと、いやそういうことよマジでそういうこと、いや俺は本当はウェリントンがめちゃめちゃ欲しかったよ、うん、いやそういうこと、やっぱ長谷部湘南にやられたしね、そうやっぱり本当効率重視やもんね、うん、奪って早くっていう、うん、相手の守備陣形整う前にっていうところ、うん、じゃあ食えんかよ、いやそう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 、いやだけどそういう状況がね、こでいやでもそう一番で見たらやっぱ田中達也じゃない、うん、そう田中達也、いやでも田中達也、じゃあ逆にちょっと言うけど、今もう移籍の噂出とるけん、わざわざアビスパに来るかっていうのを考えた時にちょっと俺は可能性薄いかなと思って引いた、俺は、いや東やけんね、九三大よ、いやそうやけど、でも後悔、どこやつき浦和かどっかもう噂で取ったよ、浦和やん、浦和なんてもういかんほうが取れってなんぼやけん、やっぱ選手はね、なんかあのツイッターの感じ、朝日がマジでいなくなりそうやん、うん、髪赤やしね、うん、山村絶対いるよね、いる、絶対山村はいるよ、しかもフロンターレそれこそ全試合は出れてなかったし、若干やっぱ出場時間も減ってはきてるから、俺はあると思うよね、すごかったもん、じゃあ山村田中たちは確定も、じゃあもう一番いい、名倉かな、うん、朝日みたいなこう若くて活躍できる選手になりかねえ、うん、まあ、今年ちょっと花咲きかけとるしね、うん、そう、そっちゃん名倉行きましょうか、 OK、名倉、名倉ベンカー入れよう、あと一人やん、オルンガ、オルンガやね、オルンガやね、5人全捨てでオルンガ1位その、ほんと神様願いが叶うならば富安つけてくださいの五人全捨てつけてくださいって、この福岡市民から一人2万ずつ集めてクラウドファンディングやろうか、勝手にしようか勝手にオルンガと富安を呼ぶ、金集めても来てくれ、
攻撃力アップっていうのは、まあ、俺はもう正直そのブルーノでもいいと思うし、海王セザルでもどっちでもいいと思う。まあ龍も元々入れとった、うん、まあ、まあ、ブルーノでもいいと思うかな。ブルーノ OK。 じゃあちょっと最後まとめるわ。5人、5人後ろから行こうか。後ろの選手からセンターバック山村和也。いいね、山村は偉大し、いるね、来てくれるのは本当にいる。ミッドフィルダー名倉匠、ミッドフィルダー田中達也。クエンカどっち登録する？ミッドフィルダー、ミッドフィルダー。バルセロナから来た伊達天男、イザーククエンカー。マジバルサよ。あ、そうなん。そう、フォワードブルーノメンです。いいね、マジこの5人来たら J1 戦えるね。いやー、補強が発表されましたけれどもアビスパから、はい、公式アビスパ公式から公式送りつけます。マジで送りつけ、いや多分ね、川森社長見てくださったと思うよまあで、編成としてもパイセンが3選手選出という、いや異例の異業を成し遂げたってことでね、はい、2021年アビスパ編成会議これにて閉幕したいと思います。じゃあ、あの、じゃあ、ヤベッチスタジアムでまた会いましょうバイバーイ。キーパーロクタ左サイドバックアレックス、シュミットダニエル、シュミットダニエル、左サイドバックアレックス、千代田だね、千代田、千代田ミツル、フォワードフェリックスミコル、久我正弘。